オボトリート族あるいはオボトリート族は、現在のドイツ北部のメクレンブルク及び、ホルシュタインを支配した西スラブ人の部族。サクソン人及びベレティ族との戦いのため、カール大帝と同盟を結んだ。798年には、族長トラスコのもと、ボルンヘイフェとの戦いで、ザクセン人を破った。 ザクセン人は神聖ローマ皇帝により追い払われ、エルベ川北部のホルシュタインのザクセン人の領域は804年にオボトリート族に与えられた。しかしそのゴエン人の信仰によりこの地はザクセン人の支配に戻った。1167年、族長プリビスラフがザクセン公、ハインリッシ公によりメクレンブルク公に授されるとザクセン公の総試権を受け入れたことで、 オボトリート族の独立支配は終わった。これによりメクレンブルク家が成立したオボトリート連合の分布図。ザクセン公国の北東の辺境でビルング家の所領の北端部オボトリート族長に黒との銅像830年にレーゲンスブルクで編集されたバイエルン地理学者ジオグラファス・バー,アーバラスという匿名の中世文書にはエルベ川東岸にいた中央ヨーロッパ東部の 部族名の一覧がある。そこに、ノルタブチャジーが記され、キウイタスが53箇所あったとしている。ブレーメンのアダムは、それらの共同体に、北欧系とスラブ系の人々が共制し、盛んに交易を行うレリックであったことから、レレギとして言及した。一般的に、ドイツ語文献においては、他のスラブ系集団とまとめて、しばしばベンド人と記述された。 オボトリート部族連合の主な部族を示す。その他、オボトリート部族連合と関連のある部族は次を含む。オボトリート族の支配者は、プリビスラフを末代として、後にメクレンブルク公となった。主な執筆者名の五十音順、アルファベット順、本文中に使われていない文献、資料、出版年順、ありがとうございます。